はい、おはようございます。今日はあかねのトスコハンの色襦袢を着てるんですけれども、さっきもたはんさんから届きました。はい、トスコハンの色襦袢白、あのね、もうすごい滑らかな生地になってます。もともとトスコアサって結構ねバリバリした生地なんですけれども、そこからのいい生地のトスコアサなんですけれども、モタハンさんのトスコハンの色襦袢さらに改良されて滑らかな生地になっております。はい、こちらですね。はい、袖もしっかりね着物のような袖に作られているので、ここが外れてここが外れるとね、ビューンって袖からね振りが出てきちゃうんだけど、それもないし安全でございます。またここ紐つけて着れるようにしたいと思います。やっぱ強くていいね、無地っていいよね。こうなんか変な流水柄とかないのがいい。これを多分ね、じゃあ着てみますって言って着たらね、絶対これ茜になっちゃうんだよね、白がまあでもね、ちょっと長襦袢なしで着るとちょっと事務所的に NG なんでそれはちょっと私できないのでね、マネージャー NG は出ないんですけど、社員さん NG が出てしまうのでちょっと着てみますね。わ、なんか白装束みたいになってる。あ、滑らかですね。まあサイズは私作ってもらってるサイズと同じサイズ作ってるので全く問題ないんですが、まあ、こんな感じです。本当に白ですね、夏襦袢白という感じでございます。もうこれも、トスコハンと一緒なので年中着れるという形ですね。この子着てレースの着物合わせるとまた違う感じになりますね。楽しみたいと思います。はい、白はちょっとどうしてもこういう感じでインナーが透けるのでね、ステテコの下はベージュのパンツかなって感じですね。はい、で今日は木曜日なんですけど、ちょっと暑いんですよ。久々に戻ってきた夏日ということで、はい、新之助上布の紫、こちら一番古い新之助上布ですね、私の持ってる。もう脂肪もどこへ行ったやらっていうやつなんですけど、こちらを着ます。多分東京の方に太平洋側にちょっと台風が来ているので、でも遠いのでいつもより気圧が高いとかそういうのは全然ないんですけれども、ちょっとやっぱり暑いですね。でそんなにカラッとはしていない感じですね。まあ9月なんてそんなもんっすよ。9月10月なんてあれ、春あの夏物は秋物春物みたいなね、そういうのを着ながら適当にこう襟とかで、いえいえいえ秋っすわみたいな感じでコーディネートしていくというのがまあ楽しいので、そんな感じで楽しんでおります。あまり堅苦しいことは考えないでいいと思いますね。で、厚刈りさんはやっぱり最終的に襦袢で調節になってきますよね。最終的にやっぱりもっと秋深くなってくると、さすがにな、脂肪のついたのはなとかってなってくると、まあ長襦袢薄手のものに変えて、ずっと薄手のものを使い続けて、で木綿の、まあ、遠州木綿とかね、通常使えるような木綿の着物に変わっていくと無難に冬を越せるかなという感じですね。もうほんと年中20度前半あるような地域でしたら、20度前半あるようなお住まいでしたら、もう薄手の木綿で十分やと思います。はい、
まあ、ただあれですよね、いくら住環境がね、高層マンションとかさ、そういうのであったかいですっていうとこでも、関東とかはね、から風が強いのでね、さすがに外行くときはちょっと寒いっすわっていうときは、ロング上っ張りとか、そういうのを調整すると、家の中は涼しく、外は暖かくっていう感じで使えるんじゃないかなとは思うんですけどね。どうかね。もう本当人それぞれなんで、真冬に朝の長襦袢はダメですかっていうのは別にいいんじゃないっていう感じですよ。めくってあなたこれ朝素材ねみたいなそんな会話って聞いたこともないし、そんな何着てようが中なんてね、そんな、まあ、素材まで言うのは本当デリカシーがないので、ちらっと見るぐらいでございますから、別にいいんじゃないかな、何を着ていようが、それが証券だろうがポリであろうが、または振りがない筒袖であろうが、私はあんま気にせんでいいと思います。はい、気にするのはあれですよね、お呼ばれした時ですよね。おめでたい席とかお悔やみの時とかに、まあなんかとてもしかも厳粛なお呼ばれのされ方をした時は、自分の立場、呼ばれた立ち位置をよく考えて正しく衣服を選択すべきだと思いますね。それは心遣いですよね。はい、まあ当たり前のことですよね。で、今日はまあこれだとね、非常に夏っぽいなっていうのもあるので、まあ襟はねどんぐりなんですけど、ちょっと茶色の入ったペラ帯をして黄色を入れてね、ここにも黄色入ってるし、ここにも黄色入ってるし、ちょっと秋色を意識してますよ、ギリギリっていう感じのコーディネートです。まあ何を着て、まあそこまでしてでもなんか言われる場合もありますけど、まあ、明らかこういう急に暑い時の洋服の人たちよりも季節感ありますよね。いや、いくら暑いからってあんたタンクトップってっていうようなのを見ますよ、やっぱり。そんな短いズボンおじいちゃん履いてみたいなね。特におじいちゃんの服装にはちょっと目を疑うことが多いですね。もうちょっと外出れるような格好したらどうなのかなって思う方とか結構いますからね。やっぱ住んでる場所にもよるのかな。農村っていうのもあるし、ここら辺の町は。金沢も市内まで行くと割におしゃれな男性が多いんですけど、ここは農村ですからね、昔から。やっぱそこら辺違うんでしょうね。言ってでも農家に携わってる方割に少ないんですけどね、もうね、上の世代の方だけになってきている気がします。あ、そしてあれですね、今週末はフリマとかもありますね。いいよね、ご近所さんの。私も行きたい。行けないけど、用事が入ってて行けないけど行きたい。まあ用事ってあれですよ、本当に生活的な用事ですよ大したあれじゃないんですけど、いいなと思いますね。ふらーっと京都行ったり大阪行ったりしたいなと思いますけどね、近いから。なかなかそれは今年が叶わないので、こうなってわかることは、もうちょっと無理してでもやっぱりいろんなとこ行ったりして、いろんなもの見たりして体験でね、
あの経験でいろんな人に会ったりして、あのそういう思い出をいっぱい作ることって大事なんだなって思う。ものを増やすのももちろん大事なんですけれども、好きなことなんですけど、お買い物も。でもやっぱり実際行って買って、お店の人とお話しして、そのお店の人のお店が好きな方との出会いもあってっていうのが一番楽しいよね、お買い物一つにしても。とはいえ遠いところはなかなかねあれなんですけどね。なのでやっぱネット社会もネット社会で便利だと思います。ありがたいことやと思うんですけど、動けるようになったら実際いろいろ行きたいな。石川県であんまフリマとかないからね、そのなんとか市とか、そんななんかボロ市とか、そんな聞いたことないんでね。私が多分情報が少あの下手なんだと思うんですけど、取るのが。はい、今日こんな感じです。どうかな。うん、結構私こういうコーデ好きですね。まあ、心、あの、コキンドさんの、あの、見つけた帯ですね。やっぱいいの持ってますよね。これ普段着用のって感じですよね。はい。今日はね、着慣れた、着古した方の、しのすけ丈夫なんで、だいぶ丈が、ここ伸びてきてますけれども、紫と黄色のしのすけ丈夫です。でもこのね、柄がすごく好きなんですよ。この縞柄が。あの紫の着物をもう多分、はい、あの自分が紫の着物好きだった頃の最後の方のやつなので紫選んだんだと思うんですけれども、多分あの出された縞の中で一番動きがあって楽しかったのがこれだったんですよね。でこれを選んだと。で襟が青どんぐりさんですね。はい、こちらは浜文様さんですね。昨日出てこなかった名前。やっぱり季節のこういう小さい柄っていうのは浜文様さん得意ですね。うん、で浜文様さんの手ぬぐいは、まあ、安くはないんですよ。手ぬぐいっていうのは歯切れよりは安くはないんですよ。当たり前ですけどね。で、まあ、それごとにあのこう加工されてるので、もちろん安いってわけじゃないけど、まあ、虹浦さんよりは手に届きやすい価格かな。うん、まあ、でもなんか北谷さん本当安すぎるんじゃないかなって思いますね。はい。で着物の中の長襦袢も夏物で、トスコハの色襦袢茜ですね。もう完全夏ですね、ここら辺は。でも多分本当夏ですね。多分帯締めをあの編み編みのにした完全夏って感じなんですけど、ちょっと色合いで秋っぽくしました。茶色が入ったペラ帯です。そして黄色を合わせてきました。で足元は、水色の旅です。はい、襟元に合わせました。明日あの夕方雨なんだって、だから雨に合わせたで、かんざしがちょっと白い、ちょっと今日は三つ編みをしております。白い、松本手まりかんざしです。今日はこんな感じで過ごしたいと思います。こういうね、あの、急に蒸す暑さが来る、なんていうのかな、あの、季節が戻るような時っていうのはね、結構ね、みんな暑い暑いって言ってて、で着物の人とか見るとね、暑くないのって言われたりするとね、すごい尺なので、思いっきり夏のものを着て涼しくしますみたいな感じでね、涼しそうね着物の方がって言われるぐらいにしとく。でも色合いとかこう小物とかでちょっとなあの秋色を入れてるというのが、普段の着物で、生活するとこのポイントかなって思いますね。ちょっと洋服群にギャフンと言わせてやるみたいなね、そこまで調節できないだろうみたいな感じですねはい、こんな感じでございます。でもたはんさん、レースのマスクラポージェさんが作ってて、それもあのくださいました。中はトスコハンの色襦袢の若竹色でございます。これちょっと変わった形でですね、あの息がしやすいんですよね。ちょっと
私ちょっと大きい気がするけれども使わせていただきます。ありがとうございます。こちらも販売されております。そんな小さいサイズじゃないので、あのいろんな方使いやすいと思います。息はとてもしやすいです。こちらですね、いいんじゃないかな。ハムラポージュさん作ってくれたやつですね。はい。で、あれだね、モタハンさんといえば手ぬぐい半幅帯が、昨日再開されてましたね。販売復活再販と されてました。で、この前の時に準備できなかった、手ぬぐい半幅帯と手ぬぐい1枚セットのシリーズっていうのを作ったらどうって話をしてて、そのボタンが増えてたのがちょっと見てて嬉しかったですね。やっぱあの帯と襟お揃いってめちゃめちゃ可愛いのでやってほしいなと思って、もちろん北谷さんから買えるんだけど別々に買って別々に送料払うって非常に面倒くさいから、そこで完結できたらいいじゃんと思って話をしてたんですけど、そういうボタンもあるのでぜひね、襟とお揃いにしたいという方はやってみてくださいませ。はいそんな感じでございます。はい。手ぬぐい帯は長尺と、普通丈と2種類用意されてて、どちらも15センチ幅4寸ですね。これと一緒です。4寸って感じですね。はい、15センチ幅で販売されておりますので、普段使いにはもうぴったりだと思いますし、あとあのこの証券の帯と違ってものすごく緩く結ぶことがポイントなんですよね。もうあのなんだろう、落ちないところを知るみたいな感じですねでそこで止まってくれるんで非常に楽ちん、なんて言ったらいいんだろうな。例えばこの帯がベルト芯がついたタイトスカートだとするじゃん。そらここゴムが伸びないやつ昔あったじゃんね、制服とかであれだとするじゃん。でもね、あの手ぬぐい帯は総ゴムのスカートみたいな感じなの。もうほんとゆるゆるで締めれちゃうんで、それに慣れちゃうとやばいってやばいよねっていう感じなんですよね。でも逆にあれだけゆるくできるんだとか、あの逆に博多の帯はもうちょっときつく締めなきゃいけないんだなっていうのを、あの体感すごくよくわかるので、実際あの比べてみたら面白いんじゃないかなと思います。多分男性はグッと締めるあの帯ね、やっぱここのあのホールド感が大事なのでグッて締めるのに慣れてて、でもあの博多は緩むからより一層締めなきゃみたいなのがあるんだと思うけど、女の人ってね割に帯締めで帯上げで抑えられるので、そこまで帯の圧っていうのを帯の種類によってそこまで変えてないと思うんですけれども、手ぬぐい帯をすると非常によくわかります。もうここにスマホを入れたら直下にスポーンって落ちるぐらいゆるゆるに、あの手ぬぐい帯はして大丈夫です。あの木綿帯は基本的にしっかり止まるのでどれもそんなきつくしなくていいんですけど、帯自体に重さがある帯っていうのはやっぱりメリンってめくれてきちゃうので、ある程度のあの締め付けが必要なんですね。例えば井内さんの半幅帯、こちらは、すごくホールド感があります。あ、もうこの帯も早く締めたいわ。もうすぐこの時期ね、この帯ね、この帯もね、面裏も表も面なんですよ。なので非常にグッと締まります。ただあんまり緩く締めるとこの重さでベロンとなってきてしまうので、そこまで緩く締めれない。ただこれよりも全然緩く締めれます。はい、ゆうちさんの帯ね、これ1センチ違うだけで随分ね大きさ違って見えるよね。これはちょっとお端より短いからね、特にだね。で、手ぬぐい帯に関しては軽さもありますし、その締め付けも少なくって
住むんですよね。こうふわふわって浮いてる感じなので、なのでもっともっと緩く締めれます。はい。でね、そういうのをほら合う、これとこれとも合う、めっちゃかわいい、こっちにすればよかったかな。私この帯ほんと合わせやすいんだよね。ちょっとかわいくなねってなんだそれって。ほんと多分一番ゆるく締めれるんじゃないかな。ペラ帯は結構滑るのでしっかり締めなきゃいけないんですけど、まあ薄くて軽いんでそんなに負荷がかからない、あと幅が狭いっていうのもあるんだけど、そうね、麻の帯みたいな感じかな。本当ゆるく締めれますんで、皆さんも特に半幅帯は、そんなにねギューって締める必要ないんですよね。もともとね、この回すのも簡単だし、形もねひっくりこうぐるぐるって回すときにそんなに形崩れるようなものもないのであれなんですけれども、できれば同じ結び方で比べてみてはいかがかなと思います。はい、結構ゆるゆるで締めれますので、貝の口とか本当おすすめですね。 Y の字ももちろん、まあ、貝の口から波及してるので一緒だと思うんですけれども、非常におすすめです。こういうシャキッとした結び方非常に合うと思います。もちろんパタパタも可愛いんですけどね、文庫とかも可愛いと思います。まあ多分どれもグッと締まるし軽いので、文庫にしても羽にしたところがね、かなり使いいいと思います。そうやって帯の種類によって締める圧を変えるっていうコツを一つ覚えると、着づらかった帯、ちょっとこれ苦しいわ、幅が広くてっていう帯を上手にまあちょっと斜めにして、ここに当たらないようになるべく着やすいように締めれたりっていうこともできてくるので、まあ私あんま買わないですけど、広幅の帯はもともとあんまり好きじゃないので、持っている方はそういう風にしたらいいんじゃないかなと思います。逆にこう証券の樹脂加工が施されたようなつるんとした帯ですね、ねっとりしたつるんとした帯っていうのが多分一番締めづらいんではないかなと思いますね。柔らかいですし癖がありますね。そういうのはやっぱりパタパタとかにして、三重仮紐とかを使って、上手に可愛らしさを生かしてあげたらいいんじゃないかなって思いますね、ピンちゃん。ピンちゃん、ほんとんだ。ピンちゃんの上に登るところをすごい毛だらけになってて、さっきねやっとピンちゃんが降りたから掃除したら、ピンちゃんちょっと機嫌が悪いっていう。自分の毛まみれで痛いんだよね。ね、ピンちゃん。トイレは綺麗がいいんだけどね。自分のおけけ減ったの悲しいんだよね。せっかく巣作りしてたの、鳥みたいな。はい、ピンちゃんのちょっと毛が減って悲しい顔です。はい。ピンちゃんです。すごいもじゃもじゃにしてたんだよね、ここね。上から毛が落ちるなと思ったら、鳥みたいに毛なんかいっぱい巣のなとこに毛がブワーってあったシュ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 って取って大変やったけど綺麗になりました。はい、そんな感じでございます。まあ本当に素材によって圧を変えるっていうのをね、一つ皆さんも体験して実感してみていただけると、より着物って楽になりますね。帯取った時にはー息できるっていうのは本当締めすぎなので、そこまで締めないでください。締めないと着物着た気にならないのよねって言ってた方が昔いたんですけれども、そういう方に限って着物が苦しいって言ってすぐ脱ぎますはい、締めつけるのが好きだったらガードルでも何でもつけばいいと思うけど、着物ってのはそこまでね急急に着るもんじゃないと思うので、もっとラフな感じで普段着は
すればいいと思いますので、あの脱いだ時に、あ、楽になったって思うような、あのきつさだったらそれはきついので、もうちょっと緩くしてあげたらいいんじゃないかなと思いますね。うん、そうね。まあね、レギンスとかね、脱いだら本当ってなるよね。私足太いからあとここがね、腰パンのここが痛いんだよね。もう最近履かないけど、去年冬の時1回か2回履いたかな。すぐジンマシンになっちゃって、ここが当たりが強くって、うん、ダメですわ全然向いてなかったですわって感じですけどね。着物は自分でね、あの圧を調整できるので、あの特に今から肌の敏感な季節になってきますので、お肌弱い方とかはゆったり着たらいいと思います。あと肌当たりのいい長襦袢を探してね、着るといいと思いますね。冬の長襦袢で一番私の好きなのは、はい、ボタ織りですね。何回も言ってるけど、ボタ織りの薄地が一番、総紙じゃなくてね、こっち総紙ね、ボタ織りの薄地が私長襦袢、冬の長襦袢の中で一番好きです。足さばきとかはさすがにね、そのさっと出ないですよ、クッて止まりますよ。だからあんまりギュッてしないように切るっていう感じですね。ただボタ織りの長襦袢とボタ織りを切るとめちゃめちゃ風通しがいいので、スースーくるので、これまた寒くなるので、それだけは NG ですボタ織り、ボタ織りは NG って感じですね。はい、ボタ織り薄手の木綿着物っていうのはすごい相性いいですね、私の経験上。はい、あとは脱ぎたくなくなるという感じですかね。うん、多分ボタ織りの長襦袢着て着物気分着たらそのままおねんねですね起きれる気がしないっていう感じだよね。人をダメにしちゃうよねはい、もうね、本当着心地のいいものっていうのはいっぱい出てきますので、ぜひぜひ着物の 着心地がいいって洋服超えますから、軽く、はい、そこをね、実感していただきたいなと思います。やっぱり実用性のいいものっていっぱいありますからね。今まで割に着物が普段着に向いてる生地とかね、木綿とかそういう朝でも強いとかね、いろいろ長襦袢とかでもね割にあったんですけど、帯が普段着に可愛いとか、そのがなんていうの、柄的な織り的な話じゃなくて、使用感が優れてるっていう、こう説明ってあんまないんですよね、そこまで。なので何でもかんでも一緒だと思ったら大間違いで、この帯はこれぐらい締めた方がいい、この帯はこれぐらいでいいとかっていうのももちろんありますので、まあ私はやっぱりね、毎日着てる人なのでやっぱ使用感にこだわりますね。うん、はい、もう本当、もう背中の軽さで言ったら、まあペラ帯が一番ですね。ここがもう全然重くないので、全く重さがないのでものすごく楽です。本当に腰の調子がおかしいとかね、背中が重く感じるって時はペラ帯に今のところ勝つものがない感じですね。で、あと普通にちょっと調子が良ければまあ何でも締めれるんですけど、うん、結構元気じゃないとゆうちさんの幅帯は私はちょっと重く感じるので、うん、まあ切ればいいんだけどね、長いからね長いのも重いんですよね。短いのが着やすやっぱり使いやすいなと思いますね。そういえば古今堂さん短いの出すって言ってましたね、帯ね。うん、いいなと思って、今度行った時にその冷めた80のがあったらそっち買いたいなと思いますね。私短いのでやっぱり十分かなって思いますしね。あれは本当ね、楽しみたい時にできるっていう感じで、でも半幅であそこまでね質が良くって、あの値段で遊べるっていうのもまた古今堂さんのね帯のいいとこじゃないかなと思いますしね。
最近半幅帯が暑くって本当に嬉しいんですよ、私的に。藤工房さんもね、半幅帯でいろいろね考えてくださってて、いろいろ出してくださってるので、非常にそちらも楽しみですね。木綿のやつも出してくれたりとか、あと栗山工房さんのね瓶型の半幅帯が出たりとか、まあ楽しいの出てますね。使い勝手いいやつがいいなと思うので、また見てみたいなと思いますけれども、そうやってなんかこう、なんだろう、本格的にちゃんと作る人たちが半幅帯の方にこう気持ちを向けてくれてるのは嬉しいなと思います。そう思いますね、半幅派としては。はいそんな感じでございます。まあ普段着は半分のでいいんじゃないって思いますよ、本当に。どっか出かける時とかに、名古屋また可愛いんですけどね。まあそのシルエットも好きですよね、やっぱりお太鼓しての羽織のシルエットっていうのはもう何とも言えずね、後ろ姿が美しくって、私も大好きなんで好きなんですけど、普段はまあ別にいっかなみたいな感じですね。今日はこんな感じで過ごしたいと思います。はい、それでは皆様良い一日を。ピンちゃん、ピンちゃん、ピンちゃん、肉球見して。おいしそうやね、ピンちゃん。北海道産小豆みたい。ピンちゃん、なんで寝とるん。ピンちゃん、足おいしいの、ピンちゃんの足おいしいの、ピンちゃんの足おいしいの。ピンちゃんの足おいしいの。